ヤエナリの鞘と、種子緑糖は、豆赤の一年生植物、ヤエナリの種子のこと。食品及び食品原料として利用される。別名は青あずき、八重生、文豆、英名からムング豆とも呼ばれる。あずきとは同族。グリーンピースは別属別種のエンドウの種子。インド原産で、現在は主に東アジアから、南アジア、アフリカ、南アメリカ。 オーストラリアで栽培されている。日本では17世紀頃に栽培の記録がある。八重なりは1年生総本。葉は複葉で3枚の小葉からなる。花は炭鉱色。自色で結実し、鞘は5から10センチメートル。高褐色から黒色で、中に10から15の種子を持つ。種子は、長さが4から5ミリメートル、幅が3から4ミリメートルの長級形で、 一般には緑色であるが、黄色、褐色、黒いまだらなどの種類もある。日本においては、もやしの原料として利用されることがほとんどで、ほぼ全量を中国から輸入している。中国では、春雨の原料にするほか、月平などの甘やんや、かゆ、天津せんべいのような料理の材料としても食べられる。北京独特の飲料として緑豆からでんぷんを取る、菜の上積みを原料に、 これを発酵させた語がある。両子の原料にも使われる。朝鮮半島では16世紀前半のジ樹具も雑型に緑豆のデンプンを水溶きして加熱し、これを穴を開けた氷炭の殻に入れて、穴から熱湯に垂らし面状にして、水にさらす食品が記載されている。1670年頃の飲食地味方では同様な製法で、 アサイトのようにした食品をサジメンとして記している。また、伝統的に、緑豆でんぷんは、粘、ね、苗のつなぎとして利用されていた。環境道では、緑豆のでんぷんのみを使った押し出し面がある。中国と同様に餡にするほか、縮みの一種ピンでトップにしたり、でんぷんをこし取って、ムクという寄せ物にする。なお、朝鮮語ではこの緑豆にちなんで、 澱粉のことを一般的に、ノクマルと呼ぶ。香港やシンガポール、ベトナムでは、甘く煮て、汁粉のようなデザートにすることが多く、それを冷やし固めたようなアイスキャンディーもある。緑糖の糖水を、緑糖油、または、緑糖砂、緑糖のチェイを、チェダウサインと呼ぶ。緑糖香と呼ばれる、木型に入れて成形した菓子は、ベトナムのハイズオンや中国の北京、 ケイリンなどの名物となっている。インドやネパール、アフガニスタン、パキスタンでは、作家はして2つに割った緑豆をダールにする。緑豆と米を炊き合わせた米料理は、南アジアから中央アジアにかけて、広く食べられている。南インドでは、動作に似たクレープ状の軽食、ペサラップが作られる。また、漢方薬の一つとして、下熱、下毒、消炎作用があるとされる。 緑豆には血糖値の上昇を抑制する効果のあるアルファ、グルコシダーゼ阻害作用がある。ありがとうございます。